こんばんは。ゆうたです。今深夜の3時ぐらいなんですけど、ちょっとなんか夕方寝ちゃって、ちょっと散歩をしてます。今公園にいるんですけど、ちょっとね、あれなんですね。よくその、ゆうたさん何を気をつけてますか。一人社長をしていく上で何を気をつけてますか、的なことを、よくじゃないですね、たまに聞かれることがあるんですけど、それに対してはですね、相手を肯定するっていうか、否定しないというかね、そういうことを心がけていますよというのを、話させてもらうんですよね。ちょっとそれをちょっと話そうかなと思います。はい。で、なんですかね、僕は結構なんだろうな、 誰が何を言ってもそれはいいねと、素晴らしい、素敵ですねっていうようにしてるんですね。なんかなんですかね、これ多分今思うと、もう本当に中学生とか高校生とか、どうなんだろうな、結構そんぐらいの時からなんかそんな感じというかだったような気がしていて、なんかたまにその、なんですかね、人に興味ないよねみたいなそういうふうに、なんか何でも OKOK 言うから人に興味ないよ、ないのみたいな言われたりするんですけど、そういうことではないんですよね。全然気になる人は気になるし、あれこの人何やってんのかな、めっちゃミステリアスがあんま身の上話しないけど、なんか聞いてったらなんかいろいろ面白いこと聞けんのかなみたいのはあったりするから、そんなことはないんですよね。そうなんですね。はい。でもそうなんです。だからそういうことはないんですけど、まあ、そのプライベートで、誰かと話す時もそうだし、仕事でね、誰かと話す時も、否定はしないっていうのは、やってるというか気をつけてるというか、なんか自然ともうそれは自分でできてるような気がしているんですね。でよくその人間関係がうまくいかないとかって、ことって往々にしてあるし、多分誰もが、抱えている悩み、その大小あれど抱えていると思うんですけど、なんか僕はそんなにそこまで思い悩むほどっていうのは、最近はそういうのなくて、特になんかこういうのを意識しだしてからは、なんか割といろんな人とうまくやっていけてるのかなとか思ってるんですよね。結局そのなんですかね、否定しちゃうとなんですか、例えばなんだろうな、俺独立したいんだどう思うみたいな、でいやまだやめた方がいいよと、まだ君はまだスキル少ないからもうちょっとやってからの方がいいよ、これってなんですかね、これって結局相手の意見に対して否定をしてることになると思うんですけど、それって結局なんか自分はこれこれこういうふうに思ってるから、その人をなんかその自分の意見でねじ伏せてるというか、結局否定をするっていうことはなんか自分の中にこう思うっていうところがあって、それをなんか無理やり押し付けているだけな気がするんですね。だからなんかそういうのはすごくおこがましいなっていうのも思うとこがあって、そういうことは多分
言ってないと思いますね。気をつけてるというか、なんとかダメだよみたいなことは言ってないんじゃないかなとか思うんですね。だから割と、なんすかね、そんなにその誰かとバトルとかにも、まあ、基本ならないので、まあ、コミュニケーションも割とうまいこと取れてるのかなとか思うんですよね。こういうふうに思うんだけどって言って一発目になんか跳ねのけられちゃったら、なんかもうその人と話したくなくなっちゃうから、あんまねそういうのはどうなのかなとか思っちゃうんですけど、なのでまあ否定をするというか、なんか自分の意見を言うときって、まあ、相手がまあこれこれこういうことを思うんだけどどうですかと、あ、なるほどそれいいねと、だけどなんか俺はこういうふうに思ってるんだけど、それってどうかなみたいな、それって ダメかなみたいな、そういうような、感じの持ってき方をするようにしてますね、はい、なのでそのいきなり話してる途中になんかあれ間違ってんなと思っても、そっからそのいきなりこのぶった切って自分の話をし始めちゃうというか、自分の意見を言い始めちゃうっていうのは、多分あんまよろしくなくて、ちゃんと相手の話を聞き、それを飲み込み、それに対してどう思うかというか、そういうのがなんか大事なのかなとか思うんですよね。だからまあ相手は、話し相手とか相手もその人の正義というか、その人の、心ではそれが正解と思って言ってるというか、なんていうか、その人がそう思ってるからもうそれは正解なんですよね、そうだからそれをなんか否定するっていうのはね、やっぱねそのなんかまあ結構なその人間関係の歪みを作っちゃったりするのかなとか思うんですよね、はい、っていう感じですかね、はい、というのでなんかそうですね、そういうのは僕は結構気をつけているというか実践してで良かったなというか、そういうのを意識して実践していると、なんかまあ、そういう効力って、そういうような相手を受け入れる的な効力っていうのは、やっぱビジネスの上でも結構役に立っていることなのかなとか思います。はい、という感じで終わります。じゃあご視聴ありがとうございます。バイバイ、また見てください。